そう。あ、まだハイスクール時代ですね。はいはい。これ以上行っちゃうとリバーは出てこない気がしますよね。お母さんかならジョニーの。ジョニーのことなんて呼んでたっけ？忘れちゃった。おじいちゃんの呼び名出てくるね。ママ、学校行ってくるね。マンマ。行ってらっしゃい。ジョイ。そうそう、ジョイね。はいはいはい。てん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 。本当にあっという間に大きくなっちゃって。あ、いよいよこれからハイスクールに行き始めるっていう感じ。あ、リバーとの出会いみたいな感じかな。初めてハイスクールに行くみたいな。ハイスクール。まったく、ジョンが女の子でもおじいさんの名前で呼ぶつもりかしら。あー、そんなに変でもなくね。いいで終わるから、ちょっと女の子の名前っぽいし、ジョイという名の女の子。ジョイ、ジョイ、ジュリー。ほら、なんか可愛い。ジョイ、ジュイ、ジュリーか。ジュイちゃんね。無理やり感が否めないわね。お、ひょっとして、ん？嫉妬、焼いてる？バカじゃないの？なんかこの二人もちょっとできてんの、お前ら。ちょっと仲良すぎね。確かに時計の音って一度気になると耳障りよね。確かに。普通に、おー、これが、ジョニーの部屋。あ、サッカーボールが今回のメメントか。サッカーボール。サッカーボールってことはさらに、あ、これ二段ベッドだ。ジョニーには兄弟がいるのか、もしかしたら。こんなところに森。うげ、またかよ。キュウリか。キュウリのピクルス。え、マジか。大げさね。キュウリのピクルス。お、なんだこれ。椅子。ピクルスね、嫌いな人はいますよね。おうほう。あれ？この、部屋、なんか見覚えあんな。あ、ここにやがて住むのか。ジョニーとリバーが。な、ここにリバーが寝てる、ね。過去ありましたよね。で、なんだっけ、家を建てることにしたよ、みたいな。はい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 。そっかそっか。じゃあ、このシュートメさん的に、ジョニーのお母さんとも一緒に暮らしてたのか。あ、アニモーフの本が何巻かこれを被ってたなんて。ああ、もう高校生の頃には呼ばなくなっちゃったんですね。なるほど。戦隊ものですね、アニモーフ。じゃあ、さらにこのサッカーボールを使って、過去に遡って参りましょう。メメントに設定します。おい、また6点。オッケーオッケー。もうね、お気づきの方も多いかと思いますが、斜めに持っていくと。うん、この白の斜めをどうやったら、この斜めがね、開くかっていうのを考えていけば、おのずと見えてくる。こうですね。はい。はい。ほら、来た。マスターオッケー。じゃあ、メメントを起動して参りましょう。あれ、残っちゃってる？何？気になるの？えらいエヴァ気にしたね。で、サッカーボールで遡ってきたのは、え？なんか真っ白な世界。うん、この匂い、また動物が車に敷かれて死んでるな。え、どういうこと？ここは？ねってば、どうした？え、どこでもないとこに来ちゃった？え、なんだよ、あれ。え、何ここ？え、どこまで来たの？え、何もないじゃん。え、なんだあれ？ブランコ？なんだあれって、まあ、普通のお家？なんか異世界みたいなとこに来ちゃったの？どういうこと？次の記憶ね。なんで外にいるの？次の。それはわかるけど、なんで天空のなんちゃらみたいになってんの？天空のなんちゃら。なんで？理由はわからないけど、リンクが途切れていて、再構築できない状態のよね。あー、なんかうまく構築できないと、リンクが途切れている。装置の ADG が不具合でも起きてるんじゃないかしら。ADG って何でしょう。また、この前修理であと1年半は大丈夫って。ん？くそ。保守管理部の連中め、ちゃんとお仕事してんのかよ。あ、機械の不具合なのこれは。まあでも、ハイスクール時代の記憶までは回収できたし、なんとかなるんじゃないかしら。なんとかなるの？こっからどうすんの？まあ、しょうがないな。でもこのこと、俺は本人に言わないからな。誰に？何？品質管理部。契約さえ履行できれば知らせる必要はないわ。まあ、そうか。契約をうまく履行できれば。契約内容をなんとかね。
達成できればいいってことなんだ。あのサッカーボールで、なんかね、できないのね。いずれにせよ、切り上げるしかなさそうね。これ以上進むのは無理よ。いけないんだ。最終処理、始める？最終処理。レディーファーストで。ああ、戻っちゃった。何なんだろうね。残念だな。実はちょっと楽しみにしてたのに、ワッツも、俺も。見たかったな。何があったんだろう。お、第3幕。何十億もの灯台が、空の遥か彼方に佇んでる。どういうこと？戻ってきた。じゃあ、ハイスクール時代まで戻れたけど。意志。彼らには手を触れないでください。ああ、これやってるときは触れちゃダメなんだ。目を覚ますことはありませんが、作業には集中力を要しますので、なるほど。ダメなんだ。ちょっと若干あれはね、奥さん、若い頃のリバーに似てんな。で、戻ってくる感じでよろしいです。ん？よろしいですか？あれ？何？戻ってきたんじゃないの？あ、外に出てる。あ、違うの？まだ記憶の途中で戻ってきた感じ？この老いぼれが頭で覚えてることはそれだけです。あまりお力になれず、申し訳ない。あ、一番最初の記憶の、一番最初っていうのかな？リンクできる一番最初の記憶まで戻ってきた。はい、はい。では、回収できた記憶だけでどうにかするしかないですね。あとは、ご登録の願い事と幼少期の記憶をリンクさせて、スイッチを、で、あっという間に月に行けますよ。月ね。その前に一つお尋ねしたいことが。おう、どうした？老人ジョニー。あなたたちはリリーを消すことができたということは、この世界を変えられるのでしょうか？おう、リリー。それなら、無理やり辻褄を合わせるのではなく、今ここで僕の願いを叶えてはくれませんか？ほう、なるほど。それはこれが本当にあなたの記憶そのものなら可能でしょうね。どういうことです？これは僕の記憶ではないんですか？違うなら僕は何なんです？これはただのコピーです。僕たちが作業するためのキャンバスですね。なるほど。そしてあなたはジョニーさんから抽出したアルゴリズムに過ぎません。本人に似せて構築されていますが、全く不完全な存在です。なるほど。目の前にいるジョニーは自分のことをジョニーだと思っているけれども、今ワッツとエヴァがいるのは本当のジョニーではなく、プログラム的に、仮想世界的なジョニーってことですね。なるほど。まあそれはなかなかね、納得はできんわな。仮想世界のジョニーは。僕たちはただ、このキャンバス上に論理的に矛盾ない形でプログラムを組み上げます。そしてご登録の願い事を幼少期のあなたへ転送するのです。すると装置があなたの新しい人生を生成します。あなたはその人生で自分の願いを叶えるべく行動を取ります。なるほどね。その結果が本物のジョンさんに記憶として上書きされるんです。あー、なるほど、なるほど。記憶を、まあ、なんだ、事実は変わってない、変わってないのかな。まあそういう記憶になるってことですね。今ここで願いを叶えたとしても、あなたは読み取り専用のプログラムになる、なっけ。まあ、失敗したらあなたを何度でもリセットすればいいわけですが、やめなさい。それ以上話す必要ある？なんだよ、ピリピリして。いいだろ。別に生身の人間ってわけじゃないんだし。本当にそう思ってるなら、どうしてわざわざ説明してあげたの？確かに、鋭い言えば。時間の無駄遣いは嫌いなだけっす。行くわよ。そっか、戻っちゃう。ごめんな、ジョニー。それが本当の僕になるのでしょうか？ほう。確かに、記憶を操作して、それが本当の自分になるのか。ほう、なんだこれ？あ、ここでいろいろ持ってきた記憶ってことか、これは。ああ、俺たちが夜を呈して集めたメメントの数々、壮観だな。ほう。まあ、いろいろありますね。老人時代のメメント。で、ちょっと、初老期のメメント。だいたい4つあるんですね。で、ちょっと、おじさま時代のメメント。まあ、被るものも何個かありますね。うん、被るものもある。まあ、被ってないとそうか、伝えないからね。で、青年期、ハイスクールボーイ。で、その先は、そう、サッカーボールで途絶えちゃったということですね。あ、なんだ。え、おたまじゃくしみたいになっちゃった。何やってる？ちょっと、どういうこと？
何の前触れもなしに頭だけになられるとびっくりするじゃない。僕もびっくりしました。あがんないでよ、頭に来ちゃって。冗談が過ぎるぜ。あえて突っ込まないでおくわ。おお、お前もか。早くこいつを終わらせよう。こんな姿は全くバカがしってありゃしない。そうなの、なんでこんな姿になるの。さっさと済ませましょう。バカみたいな姿でいられる時間が少しでも短くして済むように。何すればいいの。おお、進める進める。一応なんかこの老人時代になんかチェックしろみたいな感じでピコピコ出てるけど、ちょっと俺触ってみる。ピコピコな、どうかなんでこれ。え、でもなこれ、今のピコンって何これ。え、全然意味わかんないんですけど。おお、あ、これで繋がったと。はい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 、ここもパズルみたいになってるんですね。こことここが繋がりました。へえ。でこことここを著して、はいはいはい、記憶が繋がった。これはあのなんか、ああエヴァほら見て見て、なになになに、ガブガブむしゃむしゃ、何食べなんだよ、虫みたいになる。はあ、冗談が過ぎますよ。でこれとこれをつなぐ、はいはいはい、老年、この青年期と、おじさま期がつながる。でハイスクールボーイ時代と、つなげる。はい、つながった。でこれで何かわかるの。記憶と記憶が辿っていく。あ、ハイスクール時代に月目指せっていうってこと。でもやっぱり少年期に行ったよね。うし、回収したメメント全部リンクできたな。スイッチ入れる。うん、でもいつでも準備 OK ですよ。スイッチか。あ、スイッチを今入れたの。おー、なんかのスイッチ入っちゃった。お、消えちゃったけどメメント。え、どうした。ではでは、ジョニーくんがお月様からどんなお土産持ってきてくれたか拝見しに行きましょうか。レディファースト？いや、今回は俺が先、気になるものは先に見たいんだね。そっか。あらららら。こいつを回収できなかったな、残念だな。間違いないわよ。もう俺もね、まあでもこれきっとね、これゲームですから。ここにね、絶対行くことになると思うけれども。お、なんか点々出てる。作業自体は簡単よ。クライアントの願い事を現在に一番近い記憶から一番古い過去へ転送するだけ。現在に一番近い記憶から一番古い記憶へ転送する。あ、そうそう。現在に一番近いのは、一番右のこの老人ジョニーに喋りかければいい。おーおおおおおお。おで、老人ジョニーにアクセスしました。このシーン、本物のジョンの直近の記憶と全く同じ。この先を見るのは気が進まないな。ほうほうほう。で、この先にいるジョンちゃん、老人ジョンちゃんに、あ、ちゃちゃちゃ、あれだ。一回見た記憶にまた戻ってきたってところかな？多分。あの、ブランコのとこに、はいはい。あれ？なんか怖いよ、この音。大丈夫？ねえ、これ、BGM が怖いわ。ジョニー？おー、来た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 。で、このジョニーに対して、これはこれはこんなところへお客様とは珍しいこともあるものだ。全く同じだな。同じ記憶だから、ね、知ってる記憶に埋め込むと。私はドクターエヴァ・ロザリン。そしてこちらは、なんだよ、もう言わないぞ。ドクターニール・ワッツです。ほうほう。ジークムントライフジェネレーションエージェンシーという会社をご存知で、このやりとり毎回やるか。ああ、あの会社の方ですか。てんてんてん。ちょうどよかった。実は今、連絡しようと思っていてところですよ。そう、契約する前のジョニーの時。リリー、お茶の用意を頼めるかな。リリーで、ここで止めたと。はいはいはい、消したと。まあこれ記憶ですからね。彼も止めて。で、ジョニーも止めると。これ、どういうこと？ここで待ってて、もう一度願い事の信号を送信してくる。何か変化が起きるか見ておいて。なるほど。で、ここに対して、ジョニーに何かその月に行きたいという、ね、願い事を植え付ける。送信は間違いなくされている。お、何か変わった？全くもって。そっか。ありえないよな。仮に願いが叶うまでいかなかったとしても、何の変化もないってのはおかしい。あ、そっか。さっき、リンクさせたから、この老人時代ですでにこのなんか月に行けた感ある記憶になってるはずなのになってないってことなのかしら。
何かきっかけを作ってあげた方がいいかもしれない。ずっと昔の記憶で一番古い記憶がいいわ。おお、そう、行きましょう。そっか、リンクしただけでは月に行きたい感じにはでき、月に行けた感じにはできなかったってことかしら。ああ、でこの一番覚えている、もっともっとあっただろう、ロザリン、ジョニーが月へ行きたいという願いには何かきっかけが必要なのかもしれない。なるほど。それなら、おお、なんだなんだ、なんかいじったぞ。あ、この映画の内容を月に行きたいみたいな、やっぱり、ムーンという映画にしたと。はいはい。で、このムーンという映画を、リバーと見た感じです。おお、はってんな。あれ？聞いてたと違う映画だ。しょうがないな。リバーはこの映画でもいい？どうする、リバー。見る？いい。これがいい。おお。そっか。じゃあ入ろっか。おお、これうまく、これで映画見たぐらいで宇宙飛行士になろうと思うかしら。ハイスクールが、これがきっかけになってくれればいいけど。てんてんてん。あら、ニールは？ニールいねえな。ニール何やってんだ。あら、なんか誰もいない、寂しい。あれ、いないぞ。あいつ何やってんだ。あれ、映画館の中か。入ってみようか。俺、ニールちゃん。ああ、見てるね。一応、その、ムーンという映画を見ている感じ。どう？月に行きたくなった？あの、記憶操作できてる？そう！月へ行くのさ、ベイビー！なんだよ、それ。クソつまんねえな。まあ、なんて素敵なの？ヘンリーベイビー、ヘンリー。はあ、空腹と眠気と戦いながら映画を構築しようなんて無謀すぎたわね。あ、この映画を自分で作ったんだ、ロザリンが。ジョンに変化があったか確認しに行きましょう。ほうほうほう。ジョンちゃん、どうですか？しょうもないもの見せちゃって、ごめんなさいね。お、変化が？変化が？あった？このしょうもない映画で？あー、で、老人時代まで回ってきた。なるほど。記憶操作をしたので、一番未来の、この、ジョンに何か影響があったかもしれないというところを確認したって感じですね。確認しに来たって感じですね。全く同じ。別の場所に曲を作るしかないわね。はあ、あ、これを繰り返すんだ。ニールいないぞ。ピコンと。あら、消しちゃった。あ、消えちゃった。リリそのやりとり何回やんの。ああ、はいはい。さらに過去まで。この記憶ならどうかしら。なるほど。ここでない、どうやって印象操作をする。あ、月の絵を描かせるとか。で、顔に百科事典投げつけられたかなあ。おお、うるさい。あ、お、クラスメイト。お前ら何やってんだよ。もう始まるぞ。早く行かないといい席取られちゃう。ああ、行っちゃった。授業に行っちゃう。告白っていうか、映画を誘いに行った後ですね。え、さっきと違う。あ、確かに違う。え？さっき映画の記憶埋め込んだのはこの後だから、ここの記憶おかしくなるの、おかしくない？変化があったんだわ。いや、おかしいでしょ。記憶操作したのこの後の映画の話でしょ。え、おかしいでしょ。なんかニールがなんかやってんのか、いないから。あれ？いや、ここの記憶変わるのおかしいでしょ。いや、何回言うね。え？どういうこと？あ、いっちょっと。ちょっと押さないで。あ、子供。体育館に行った？体育館行ってみる？おーおー、みんなで体育館に集まって、なんかピアノが置いてあったよね。ねえ、みんなで体育館に集まってないっすよね。ピコンチョ。待って。これって記憶が変わったんじゃなくて、ワッツ、ワッツ。はい、皆さん、お兄さんに注目なるほど。ワッツがなんかやるんだ。なんだ、ワッツ何やるんだやっぱりお前か。書き換えようとしてるな。お兄さんはなんとあの NASA から皆さんにお話をしに来ました。宇宙飛行士的な感じか。どんなお話かというと、こいつはこいつで頑張ってるな。はい、ミュージックプリーズあちゃ。どうする？何やってんだよ。あ、いった。話を戻します。皆様はきっとこう思ってるに違いない。なんでお前が不審者だと思ってるか。別の星へ旅するなんてそんなすごいこと自分には無理だ。
火星の甘い香りを胸いっぱいに吸い込んだり、土星の輪の中を半時計回りに泳いだり、月の裏側でのんびり過ごしたりなんて自分にはできっこないよ。でもNASAはそうは思いません。強い姿勢あれば誰にだってチャンスはある。ほほほほ、君だって君だって、そしてもちろん、ほほ、君にだって、ジョニーに言うの。でも僕は月になんて行きたくないです。そうかそうか、それはよっか。なんで月に行きたくないの？なんで行かなきゃいけないんですか？僕は地球の暮らしに満足してます。ほほんと、ちょっとぐらいは行きたいと思ってるんじゃない？行きたくないです。どうして？これポチも持ってない？はい、思ってないです。ワッツ、どうする？てんてんてんじゃない、見つめ合うね。そっか、じゃあ NASA の公式リクルーターであるお兄さんが月の豆知識を教えてあげよう。リクルーター、ニコラスが行きたくなっちゃったりして。まず月は45億年前に誕生しました。おー、何、月の話？それから表面積は大体アフリカ大陸と同じぐらい。知ってたかな？本当ですよ。もし月を自転車で一周したら、いつまで喋ってんだよ。そして、地球から月までは高速で 1.5247 秒。そうなの？空飛ぶ車で行ったら130日かかります。知ってる。知ってるのすごい。最後に一番大事なこと、月へ行った人はお金持ちになって有名人になれます。お金持ちの有名人になれば当然モテまくりです。というわけでお兄さんの話はこれでおしまい。いいですか？皆さんには誰だって入れます。特に茶色の髪の男の子は歓迎しますよ。なんでだよ。そんなんじゃ、NASA に行きたいとは思わないんじゃないか、ワッツ。さてと、これでうまくいくかな？いかねえよ。随分お粗末な NASA 職員だったけれど、あれだけ明るさまに煽れば目的は果たせたんじゃない？そうか、エヴァ。やるとこへどこどんだ。結果、確認しに行くんでしょ？おうよ、エヴァ。ここで待ってて。いや、行っちゃった。戻ってきた。ただいま、早い。どう？ダメでした。ダメかい。はぁ、あ。まあまあ、そう、気を落とさずに、まだやれることはあるはず。なかなか人の記憶を操作するのは一筋縄ではいかないですね。例えば、そうだな。まだやる、ワッツ。頑張るね。お。この家作りは諦めるしかないな。あ、ここに来ちゃった。エヴァの治療費だけでも。じゃあ、月旅行宝くじならどうでしょう。この家を売れば余裕で買えますよ。そういう風にする。めちゃくちゃな記憶のいじり方だな。あ、ここでも来た。その診断、間違いないんですか？ええ、実際多くのケースではまた来るぞ。ご存知でしたか？NASAにはとっても手厚い医療保険制度があって、社員はもちろん配偶者も保障を受けられるんですよ。めちゃくちゃだな、こいつらの。あの手この手で。でもね、荒い。やり方が荒い。馬に乗りながら。ないだろう、そりゃ。なんだ、こいつら。もう完全にコントですね。あ、結婚式でも。あら、ご結婚おめでとうございます。それじゃあ、ここで、謎々を一つ、ハネムーンに最適な場所は？クソか。ダメでしょうよ、そんなんじゃ。やっぱり一番幼少期に行かなきゃいけないんじゃないんですか？既婚長、この記憶に対して何すんの？ウサギ、リバー、え、何すんの？ここに対して、この、なんかシリアスな場面に対してどうアプローチするの？わ、窓から侵入するの。うぐぐ、ガラスが滑る。ジョニー・ジョー。何やってんだよ。ちょっと、何やってるのよ。おぉ、すごいすごい。助かった。ダメだ。何をどうやっても何の変化もない。それ以外にバカバカしくてやってられないわ。バタバタ走り回って、クライアントに大声でがなり続けるなんて、私たちの仕事じゃないわよ。そうなの？まあ、眠い頭をどうあがいてもいい結果は望めそうにないよな。徹夜作業になると分かっていたら、コーヒー持参できたのに、コーヒー好きだね、ワッツ。そうね、私がさっき生成した映画もひどい出来だった。映画？それは見てんだ。いいから忘れて。
あらら、とにかく時間がないのは確かだけれど、こんなことを続けても無意味よ。あら、そっか。朝まで休憩しましょう。それまでジョニーが持ちこたえてくれることを祈るしかない。あら、ダメか。だな、俺もちょっと電話したいし、誰に電話すんだよ、お前。そこ食いつかんでもいいだろ、ヨダ君。ダメか。月に行きたいという願いを、ジョニーの願いを叶えられないから。いつから月に行きたいと思ったんだろうね。おお、何これ、急にリアル。はい、バビコーナーです。まあその毎回のことになりますがね、このコロナの影響でね、まあ大変ですけど、いやでもね、僕あの素晴らしいなって思ったのが、そのよく見るんですよ、このツイッターとかを見てるとね、その、コロナでいろんなものが延期になってしまったり中止になったりしているので、そのオンライン上ゲームで代わりにやるみたいなやつ、例えばそのマイクラで卒業式をやりましたとかね、あつ森、動物の集まれ動物の森で、なんか修学旅行チックなことをしましたとかね。あと僕が見て素晴らしいなと思ったのが、その、まあコロナで亡くなってしまった方が、なんか FF14、ファイナルファンタジー14、オンラインのゲームですね、の、プレイヤーだったそうなんですけど、その人を忍んで、その FF14 のそのコミュニティの人たちが FF14 内で、あの、お葬式的なことをしたというね。いや、なんつったらいいのかな。素晴らしいという言葉、おかしいんですけど、そのゲーム上でそうやって人のつながりがあって、あることっていうのは、なんかゲームやってる自分としてはね、そのつながりが素晴らしいなと思いましたね。だからもう、そういった、なんだろうな、悲しいことはなくなってね、我々ゲーマーもね、こんな陰鬱としたね、この気持ちじゃなく明るく、早くやれるように治ってほしいなと思います。真面目か。またね、バイビー。